皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学、データの活用の2回目、今回は度数分布表について説明します。ここでは言葉とその意味を覚えていきます。覚える内容は5つ、前半で3つ、後半で2つ説明します。あるクラス20人のハンドボール投げの記録、こうハンドボール投げた、その何メートル投げた、その記録を度数分布表にまとめてみました。これですね。この表の10メートル以上、15メートル未満、このように分けた区間、これを階級と言います。ここの部分すべて階級ですね。10メートル以上、15メートル未満、20メートル以上、25メートル未満と、このようになっているところですね。これを階級といって、その区間の幅、これを階級の幅と言います。区間の幅というのは、例えば10から15だと後ろの数から前の数を引いた、この答え5になりますよね。ですからこの表の区間の幅は5メートルと、このようになります。このように何メートル以上、何メートル未満となっている後ろの数字から前の数字を引いたもの、これが階級の幅になりますね。そして階級の中央の値、これを階級値と言います。つまり10メートル以上、15メートル未満だったら10と15のちょうど真ん中、これが階級値ですね。計算は10+15=25、それを2で割ります。そうすると 12.5 になるので、ここの階級値は 12.5 メートル。それぞれの階級を足し算して、その答えを2で割れば出ます。 17.5 と出ますよね。でも足し算して割っていくのってちょっと面倒な時がありますよね。そういう時にはここの部分の数字がどうなっているか考えましょう。10メートル以上が15メートル以上、15メートル以上が20メートル以上というように、5メートルずつ増えていますよね。後ろを取ってもそうですね。15が20、20が25というように5メートルずつ増えているでしょう。ですから最初の階級値を出したら、この隣のところ、まあここでは下のところですね、これがいくつ増えているか、その増えている数字を足し算していきます。足し算だけで、ね、出せますよね。ですから 17.5 の次は5を足して 22.5 と、次は5を足して 27.5、 次も5を足して 32.5 と、このように階級値を出すことができます。そして各階級に入っているデータの個数、ここではハンドボール投げですから人数ですね、人数、それを階級の度数、このように言います。ここにはね、1と書いてあるので、ここの階級のところには1人入っていますよと。次は5と書いてある、ですからここには5人いますよと。8ならこの階級には8人入っていますよと、これが度数ということです。次は相対度数について説明します。4番、各階級の度数を度数の合計で割ったもの、これを相対度数と言います。各階級の度数ですから、ここの部分を度数の合計20で割ると、これが相対度数です。まあ小学校の時にはこれを割合って言えましたよね。1÷20 はっていうと 0.05 ですね。5÷20 は 0.25、 8÷20 は 0.4、 4÷20 は 0.2、 2÷20 は 0.1、 そして合計は 1.0 と、こうなります。これがここの部分が相対度数です。そしてこの表を使って平均、これを出すことができます。平均の出し方は、各階級の階級値かける度数、その合計を出して、それを全体の人数、度数の合計で割ると、こうなります。つまり
階級値かけるここの度数ですね。例えばここだったら 12.5×1 ですから、これは 12.5 ですよね。ここは 17.5×5、 これは 87.5 と、 22.5×、 これ点がちょっと分かりづらいですね、×8 はと、これは180と、 27.5×4 は110と、 32.5×2 は65、これ合計すると455になります。この455を度数の合計で割ります。つまり455÷20、 これを計算すると 22.75 ですから、このクラスのハンドボール投げの平均は 22.75m と、このように求めることができるんですね。今回は度数分布表について言葉とその意味、また計算の仕方、これを説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。